よ。バミューダね。飲みやすい。飲みやすい。綺麗に映ってます。ちゅんちゃん頑張れ。はい、セカンド取れてませんでした。ナイスパー。ペラペラ内からのパー。ナイスパー。ありがとう。ドロー打っていきたい気持ちですけども、さっきからスライスが出ます。もうかぶせちゃいます。おー、かぶした。かぶしたよ。いいって。わー、いいねー。ナイスショー。もう、さっきからスライスしてるんで、こうやって。応急処置。応急処置。握っちゃいました。ナイス応急処置。ナイスショー。刻みます。ここはもう勝負かけない。一旦。三打目勝負かける。三打目勝負かけるんで、一旦出します。OK。キャリー OKOK。あー、すごいラフ。しっかり。うん、おいいんじゃない。ナイスアウト。いやーすごいよ、このもじゃもじゃが。もじゃにバミューダね。うん、もうこんなすごいのよ。だからすごい衝撃くるよね。すごい衝撃。オッケー、ナイス。じゅんちゃんの3打目です。5勝。残り60ヤードぐらいかな。3打目勝負。はい、キャディーさんもカメラを構えてます。ん、全然グリーンが見えないぞ。あ、グリーンじゃなかった。グリーンじゃなかった。バンカーになりました。入った入った。オッケー。オッケー、パーです。イエーイ。危ない。さあ。来た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 。来ない。難しかったね。難しかった。なんかお互い今まだゴルフのなんかあんまイメージが湧かない中で立ち向かうにはちょっとつらかったですね。そうだね。ね、まあまあでも楽しめたらね。そうだね。難しさも、うん、アンジュレーションとかグリーンの。そうだね。セカンドも簡単だと思っても結構、うん、どうやって打っていいか分かんなかったな。攻め方が難しかった。うん、難しかった。でもなんか日本にない感じがして、うん、ここはねちょっと皆さんにもぜひ足を運んでもらいたいなと思います。はい、ではまた明日違うコースに行きます。はい、行ってきます。頑張ります。頑張ります。ランチです。いただいてます。サラダです。はい。わお、これピリ辛だね。カレー、チンゲンサイ。ランチがすごい。また朝食とバージョンアップしてみる。ブロッコリー、ポーク、親子丼。全然日本と違う。パンプキンスープ、ソーセージもあって。はい、以上になります。で
今ねヌードル作ってもらってるんですよね。タイヌードル、タイヌードルができました。 Thank you。 美味しそうですね。乾杯。お疲れ様でした。タイならビールが飲める。美味しい。シンハ不思議。美味しい、ね、ほぼだと飲めないけど、うん、飲みやすい。ゴシゴシされております。やばいやば。痛い。髪の毛わしづかみされてます。はい。頭終了しました。ヘルランドショップがねあるみたいですよ。女いい匂いがします。オイルとか石鹸とかですかね。すごいすごいいい香り。お土産にもいいですね。かわいい。綺麗なね、どうだったオイル。気持ちよかったです。気持ちよかった。いきなり頭にオイルとバーかけられたの。そう、ずっとこうやってやられてるからその人すごいね、ソフトな人だった。あ、そう。すっきりポン。すっきりした、うん、結構ね。今からすごいレストランに行きます。ネバーエンディングサマーという最近終わらないぜ、すごく流行っているレストランです。富山くんです。タイに来たら辛いものを食べれるようになって元気になります。こう赤い辛さじゃないのがいいんだよね。なんか抜けやすいし、すごいねスッとしてます。
が あかんかったっていうのがなんかすごく天空の人じゃないんだすごく落ち込んでっていうことを聞くとウェブ上よりもさらになんかこう近くなってしまう、そういうのを見るとやっぱりこれからどうしようと思った人たちはすごい励みになる、ね、波があるっていうのは分かったんですけどここまで来ると思わない、こんなビッグウェーブが自分に襲いかかってくるなんて帰ったら試合が待ってるんですけどもちろん試合は試合だけどあなたがゴルフの人生の中でこういう波の中で流したりとかやるっていうこと、でも今ある現実でだってみんなそうじゃない、 OL さんも仕事失敗しても目の前にある仕事はこなしていかないってそれと一緒だ、だから今一番大きなところでウェーブで流されたんだったらでも今あることをこなしながら日々の気づき上げて最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。